まずはこちらをご覧ください。はい、もう静岡のね。凄さを感じるんですけれども、前回までの過去6大会で選ばれたワールドカップに出場した県内出身の選手合わせて16人いまして、今回の伊藤選手合わせて17人となっています。まあ、まず、目につくのは98年、日本代表が初めてワールドカップに出た。フランス大会です。けれども、ゴールキーパーの川口選手。 小野選手それから中山選手など合わせて9人が選ばれましたそこからですね徐々に数は減っていってしまうんですけれども高原選手が選ばれたり内田選手が選ばれたりそして前回大会は長谷部選手、大島選手の2人今回は権田選手選ばれていますけれども東京都出身ということで県内出身という言い方をしますと伊藤選手のみ1人ということになっています。うん